大谷翔平、ヤクルト戦を飲み始めてから成績が良くなった。睡眠の質が上がる。大谷翔平の水原一平通訳が語る、清さんから託されたアジア人の誇りの思い。プレー以外では同じ8月中旬、翔平が寝る前にヤクルト戦を飲み始めました。すっきりして睡眠の質が上がった気がしたらしく、最近も成績が良くて気に入っているようです。僕の妻がすごいすっきり起きられると日本で話題になっているよと話していたことがきっかけで、ヤクルトは球団のスポンサー会社なので球団に頼んで手に入りました。僕も飲んでいて気に入っています。また買えなくなるからやめてや。終盤本塁打全然やったやんけ。それはどう説明するにゃ。ヤクルト戦って、ガチで本物なんか？ジャッジにも飲ませろ。気がするならええんちゃう。病気は力っていうし、気分良くなれば丈夫になるやろ。実際飲み続けると改善するんやろ。まあ高えなくなるのか。中日も飲んでくれや。二刀流用にヤクルト2000出せや。大谷が言うなら効果ありそうやな。